9番のブラックバゴア最後方です。縦長の展開になりました。3コーナーのカーブ、残り600を迎えます。先頭は6番のダノンファラオ、体半分差、ぴったりマーク変わらず14番中央ウィザード、少し間が空いて3馬身差、5番のクリソベリルは3番手、その後ろに1番のオメガパフューム、前2頭並んで直線に向きました。内がダノンファラオ、外が中和ウィザード、2頭の後ろからクリソベリル、さらにはオメガパフューム、4頭が広がって回りましたが一気に伸びる。5番のクリソベリル突き抜けてクリソベリル先頭に変わった。外から1番のオメガパフューム追い上げて2番手、3番手には14番中和ウィザード、食い下がるダノンファラオは4番手、抜けた強いクリソベリル、ゴール。圧倒的人気に応えて5番のクリソベリル、後続を寄せつけませんでした。5番のクリソベリル、国内では負けなし、そして大井コースでも3戦3勝。負けなかったのでね、すごいもう嬉しいんですけども、まあ今日が一番ね、安心して見てました。まあ調子の方もね、牧場から帰ってきてから順調に来ましたし、追い切りもちゃんとね指示通り消化していい状態にあるなっていうのはね感じてましたのでね、まあ、こういう風になると思ってました、はい、そうですね、スタートが決まったのが一番良かったのと、まあ、行く馬が2頭いましたよね。でそれを 前で見ながら非常に、まあ、いつもよりはちょっとこう前で競馬して、でさらに我慢して最後に足を残してましたからね、はい、もう安心して見てました。近路一緒ですからね、ハンデ戦ではないですから、G1 馬らしいね走りをしたなと思いますけどね、はい、次走のご予定が決まっていれば教えてください。はい、オーナーとの話し合いもまだできてませんけれども、まあ、目標はもうチャンピオンズカップしかありませんね。でそこでまあ一息入ると思いますので、まあ、年内はそれで終わりにして、まあ、来年はまたサウジに行くかどうかというところかもしれませんね、はい、無事にこの馬らしい結果を得ることができてほっとしています。前半からちょっと力みながらではあったんですけど、それをよく我慢してくれて、その分いいリズムで走ってきながら直線の手応えも抜群に残ってましたし、安心して乗ることができました。少しずつお客さんの数も増えてた中で JBC を行うことができて、おいで行われた3つと門別を含め4つ、とてもいいレースだったんじゃないかなと思いますし、地方馬も勝ちながら JRN 馬も頑張り、また来年も EJBC になることを願ってますので、これからも一生懸命馬と共に頑張っていきたいなと思います。ありがとうございます。